安保反対のデモ隊で車が立ち往生して、海兵隊ヘリに乗り換えるハガティ。ジェームズ・ギャンベルハガティは、ドワイト・ディ・アイゼンハワー政権期における唯一のホワイトハウス報道官である。スティーブン・アーリーと共に、彼はこれまでで最も長く報道官の職に就いた。安保闘争当時の1960年6月10日、アイゼンハワー大統領訪日の日程を協議するため、来日したものの、 安保反対派のデモ隊に、迎えの車を包囲されて立往生し、アメリカ海兵隊のヘリコプターで救出された、ハガチ事件の当事者である。結局、アイゼンハワーの来日は中止となった。ハガティは、ニューヨーク市ブロンクス区のエヴァンダー・チャイルズ高校に通い、ブレアアカデミーを卒業した。同アカデミーには、高校での最後の2年間出席した。ハガティの次の言葉は、よく引き合いに出される。 ある日私は、ほとんど絶望し、座り込んで考えていた。誰かの手が私の肩を叩き、励ますような声でこう言った。元気を出せよ。もっと悪くなる可能性だってあったんだからさ。そこで元気を出してみると、なるほど確かに事態は、もっと悪くなった。ハガティは報道官時代の1957年3月、テレビ番組、ワッツマイラインに出演した。ありがとうございます。